はい、こんにちは。沖縄おばばです。猫集会から猫団子に変わりましたね。団子ってますね。いいですね。ね皆さん、ゴロゴロしてますね。はい。えー、それではまた中国観察さんからの情報なんですけど、えー、多分これ昨日私が、あのー、あげた、あ動画と同じものだと思います。えー、29日の、ワシントン、 DC の内部の様子ですね。夜の様子です。えー、あの、バスがね、何台も何台も通ってくる、あの、あの映像ですね。で、えー、ちょっとおばさんの声が聞こえます。中国語で喋ってるおばさんの声が聞こえますけど、多分これは軍用車なので、えー、もしかしたらその、逮捕された人を運んでいく車じゃないだろうかって、えっ、ー、と、 なんていうのかな旅行会社のバスのようにも見えるけど、旅行は今、あの、ワシントン DC は、ああ、ロックダウンされてるので、禁止になってるはずなので、えー、旅行用の車ではない、おかしいっていうことを言ってました。あちなみに英語でも同じようなことを言ってますね。えー、私思うんですけどね、これ私の個人的な意見です。プラス、その、逮捕された人を運ぶ車かもしれませんけど、もしかしたら、あの、ワシントン、 白いお家にですね、ホワイトハウスの中にいた子供たちを親に返すんじゃないかな。身元が分かった子から親に返すために、はあの、来る、なんていうかな、バスが来てるんじゃないかなってちょっと思いました。行方不明のね、子供がほら、何人も拒否されてるじゃないですか。で、ワシントンのそのホワイトハウスにもなんか、 ね、つなが、地下とつながってる通路があるっていうことで、あの、出てきてる映像も、ご覧になられた方はご覧になられたと思うんですけど、わし、あの、ホワイトハウスからたくさんの子供たちが出てくる映像ですね。なので、もしかしたら身を、身元を調査して分かった子から、親に返すために、ああいうふうに車で運んでるんじゃないかなってちょっと思いました。これは、あくまで私の推測です。はい。えー、では、えー、なんていうのかな、今回、その、 なんてまあ、車がたくさんこう、ね、白いお家に向かっている、その画像ですね。まあ昨日のはちょっと小さすぎたので、えー、ちょっとこれ、こちらの方も貼りましょうね。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。